ついなまが日本時間のまもなく午後11時ごろをお伝えします。ということで広島市中区某所のスタジオからお送りさせていただいておりますついつい生出し広島ラジオでございますが、火曜日はカープが勝てないというジンクスが定着してまいりまして、何ですかねこれ、反論しときましょうみんなに。火曜日だけじゃありません、私たちのせいではない。水曜日も木曜日も勝てないがついておりますが、カープ頑張ってほしいです。新外国人入ったじゃん。そうですね。なんて名前でしたっけ。みんな黙った、みんな黙った、ちょっとみんなね、本当にね、はい、カープ勝てなかったんですが、サンフレッチェは引き上げでございまして、まあまあいいんじゃないですか、引き上げでもね、ですね。佐藤久選手がですね、今日で J1 の、通算200試合出場達成、おめでとう、おめでとうございます。いい人ですよ、佐藤久選手は。本当にね、本当ありがとうございます。何がありがとうなのかわからないですけど、ありがとうございます。それから高校野球、見ました今日。今日はこの番組は全世界の広島県人にお送りしてますけどね、関門高校頑張りましたよ、最初4点取った時はね、このまま行くかと、まあ、そこまでは思わなかったですけど、これもしかしたら金星かと思いましたもん。ねえ、ところがやっぱりさ、広陵の有原投手が出た途端にもう広陵ペースよ。何だったんでしょうか。ねえ、お願いですよカープ、有原取ってください。本当ですよ。これ取るとでかいんじゃないですか。でも、今年の、まだ今年じゃないか、来年か、有原投手はね、来年取るとこれで若手が全部揃ってすごいことになるんじゃないかと思いますけどもね、で明日が、広島の高校野球決勝戦でございまして、私のふるさと三原の女水館高校と、観音高校ではなく広陵高校の対戦ということで、やっぱあれですね、高校野球ももうなんていうんですかね、甲子園の常連校にこう公立高校が勝とうと思うとちょっと ね大変ですよやっぱりね、はい、公立高校にとって甲子園はタワンということでですね、タワンということで、はい、私聞いております。タワン T シャツだと今発売中でございまして、皆さん買ってください、お願いします。2000円でございまして、スタッフの一部にもまだ買ってないやつがいるということで、あらどういうことよそれ、あら、ぜひ皆さん買っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。T シャツは何ていうんですかね、一部広島のために、広島の元気のためにチャリティーで寄付することにもなっておりますので、ご協力を今呼びかけております。よろしくお願いいたします。そんなこんなでいろんな夏の動きがあるついなまラジオでございまして、今日ははっきり最初に言っておきます、11時30分から新コーナー、かけというコーナーがあります。夏の失敗談を書いてもらいましてですね、面白かった作品にはカープのグッズをプレゼントしようということになっております。カープの T シャツ、それからですねカープのカバンなどをプレゼントすることになっておりますんでですね、今日はあまり書かなくていいです最初はね。11時半になったら思いっきり夏の失敗談書いていただきたいと思います。ついつい生出し広島ラジオ、この後1時間生放送、お付き合いよろしくです。ついつい生出し広島ラジオ、この番組はユーストリームをプラットフォームに広島市中区からツイッと世界へ配信します。広島市中区某所からお送りさせておりますついつい生出し広島ラジオでございまして、熊本が始まったんですね、テスト放送が。そうなんですよ、ついつい生出し熊本ラジオ、先週ね出ていただいたばっかりだったんですけど、来週から月曜日でございますけども11時から本放送、はい、本放送でございますので、電話つながさせていただきました。村上さん、頑張ってくださいと言わないんで、私たちを熊本に招待してください。そうです、ね、一回来たんですよメッセージが。来ました来ましたね、熊本に来ないって、はい、そう、大事なことが書いてなかったんですよ、交通費どうなるとか。そうです。1000円で来れます。1000円ってそれは ETC で俺らが行けってこと。宿泊場所もね、寝袋持っていくんで、どっかシワフでも用意していただけたら、本当でもちょっと熊本行きたいです ねでも馬刺しは食べ出してくれるって約束はしてくれました。馬刺しね、いいですね、はい、熊本といえば森高千里ですよ。おー、そうですよ、でしょ、はい、私たちの中で熊本のイメージはでしょ、水前寺清子じゃないでしょ。
ヤシロアキ、ヤシロアキ熊本、あ、水俣だもんね。森高千里でしょ、ですよ。斉藤恵子とか、斉藤恵子熊本、あ、そうなのすごいですね、うちのディレクターさん ねどんどん出てきます ね、まあ、熊本行きたいと思いますね、まあ、熊本の方も始まるんでちょっと応援していただきたいと思います、はい、お願いします。橋口真希さんの胸元が昨日映ってました ね、はい、ねえ、うちもちょっと負けたくないんで頑張ります。頑張ります。なんで私が何を頑張るか、何胸張ってるんだって、はい、で T シャツ今発売中でございましてですね、今58枚売れてるんですか。ありがとうございます。今も発売中でございます。2000円でございまして、この2000円の中から、デザインしてくれたT ハローワールドさんにロイヤリティを支払って、それから制作費を引いて、残りの一部は公共団体などを通じて広島の活性化のために寄付をするということになっておりますので、正直に言いましょう、58枚では寄付もできませんので、はい、もうちょっと、ね、頑張りたいところです、もうちょっと買ってほしいと思います。よろしくお願いします、それから何を言っとかないといけないんですかね。サイズはね、 XL、SML、XL といろいろありますんで、はい、先週私が着てたのが実は S なんですけど、うん、これが L です、うん、あ、いいね、女の子が L でダボっと着るっていうのもね、2枚 T シャツ着てね、いい感じ、それいいかもしれないですね。で、生地の色は60色ありますんで、いろいろまあだから180通りになるの、うん、すごいですよね。これがね、自分でも注文しようとしてね、悩んでる間にやめるんですよ。あれ、人間って不思議ね、悩むとやめる ね悩まないとすぐいけるね。だからさ、色の系統までは決まるんですけどね。そうそうそう、文字にどうしよう、やっぱこっちの方がいいんじゃないかと思ったとに悩んでやめるでしょ。つまりそういうことよね、キスする時もね、悩むとやめるね。悩まないといくよね。おだから男は悩ましたら負けよね、女の子をね。それ勉強になりました。そうそう、ありがとうございます。もう絶対もう悩む時間与えない方がいいね。はい、わかりました、これ教訓ですね、一応ね。メモしてね、はい、みんな、はい、メモしてね、メモしてできたら書いてね、男は悩ませない、はい、書いてください、はい、書け。間違えた、男は悩ませるな、書け。これ本当書いてくれたらすごい一文字嬉しいんですけどね。私が書きました、熊本から聞いてます。男は悩ますな、誰も書いてくれないですね。頑張ったんですけど、書いてよ、はよ、うん、T シャツ色まだ悩み中、ほらだから悩むと、ね、ほらこんな風に購入意欲がそがれるわけよ、うん、これかけていってからやっぱりあれですかね、時間的なタイムラグがありますから、うん、ああ来た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 、偉いね、ありがとうございます。いや、そう、ありがとうね、男は悩ますな、そうそう、一気に押し倒せ、そこまではそこまでは言ってない、そこまでは言ってない、男は悩ませる、あ、嬉しいね、こんなに男は悩ませるなってる、ことね、ありがとうね、みんなね、嬉しいね、これむちゃくちゃ面白いね、これでもこれちょっとみんな書くのやめてよ。なあ、今度書くのやめて、書くなっていう。ありがとう、ありがとう、みんなね。でね、今週はね、一応じゃあれですよ、この日曜日、え、日曜日だっけ、この日曜日映画をね、4本見ました。4本ってすごくないですか。友達に誘われて4本見たんですけど、その中でね、面白くない映画喋ると怒られるんで、一番面白かった映画がね一番面白かった映画がね、トイストーリー3。あ、すごいらしいですね。もうね、これね、みんなここにいるスタッフは分かると思うんですけど、私たちってどっちかっていうとフリーでしょ、うん、いつ首切られるか分かんないでしょ、はい、言ったら私たちはですよ、はい、おもちゃですよ。おおもちゃでしょ、はい、トイストーリーのトイですよ、トイ、トイですよ、トイストーリーのトイですよ。トイストーリー今回の物語はどういうことかっていうと、愛する男の子が成長して2作目からもう多分ね11年ぐらい経ってるんですよ、うん、成長して大学生になるのよ。その時におもちゃを捨てるのよ、はい、母親に捨てなさいって言われるのよ、ね、でもカーボーイだけは大学で引っ越すんだけど、はい、持って行こうとするのよ。で、他のおもちゃは屋根裏部屋か捨てられるか保育所に持っていかれるのよ、寄付されて、で、保育所行くとバカなガキにぐちゃぐちゃされるのよ、嫌でしょ、屋根裏部屋も嫌でしょ、窓際族ですよ、うん、ぶっちゃけ何もすることないのよ、屋根裏部屋行ったら人と触れ合うことないし、そんな映画よ。で、それを今作る何だったっけあそこピクサー、今作るアメリカのそのなんていうのアニメ界っていうんですか、はい、それはやっぱねすごいよ、これだけ失業率が高い時にね、あんな映画作ってね、あれ子供の映画じゃないんですよ、見て俺涙出たもん、わ、俺屋根裏部屋に行こうか捨てられるか、それとも変なね、そういう保育園行って、ね、自分のやりたくない仕事をするのかと思ったら、わ、これ
自分のことだと思って涙出たもん。で最後最後これがまた素敵なんですけど、最後何が言いたかって選ぶのは何だと思う。そんな時に、そんなもう自分が生きる道が見つからなくなった時に何を選べばいいと思う。トイストーリーが教えてくれるのよ。それをトイたちが教えてくれるんですか。教えてくれるのよ、はい、その脚本家というか制作者が、そんな時に迷った時には何を選べばいいか。自分一人がいいとこ行くのもダメ、屋根裏もダメ、保育所のようになとこに行って、保育所が悪いわけじゃないよ、そういうあの無茶に扱われる自分の誇りを傷つけるとこもダメ、じゃあ何を選べばいいかっていうの時のトイストーリー3の答えは何だと思う。何を選べばいいか。それ言っていいんですか。え、言っていいでしょ。映画見てない。いいでしょ。あ、じゃあ今からあのネタバレするんで、あのネタバレしたくない人は聞くのやめて。聞いちゃダメ今。いやでも全然大丈夫、そんなあれじゃないから、はい、ちゃんとちゃんとこれ分かってて見てもいいと思う。分かってみた方が幸せだと思うんで喋る。あ、はい、その時に選ばなきゃいけないのは仲間。おー、仲間と一緒であることが幸せであるのよ。これはね、これは秀逸な脚本でしたね。というのを春雄のブログに書いたんで明日更新されると思うんで。でもね、本当にいい映画でしたよ。でもトイストーリーってすごいと思ったもん、うん、1にも一回ちょっと借りてみようと思ったもん。すごい泣けたとか泣くっていう話聞きますよっていうのが皆さんすごい書き込んでらっしゃる、うん、だからね、子供には分からないと思う、あの自分の人生を選ぶっていうのが。でも大人が見ると分かる。捨てられるのは嫌だし、でもどっかに売られるのは嫌だし、窓際嫌でしょ、屋根裏に行くの嫌でしょ、うん、ね、でも大学に持って行こうとするのはカーボーイ一人しかいないんですよ、その男の子が。あとのみんなはすごい複雑な友情がそこで描かれるわけですよ、行っておいでとか。いや、これはね、いいところに目をつけたなというかね、もうでもこれトイストーリーって完結じゃないかね、これで。そうなんですか、ね、これ以上のものって描けないんじゃないかね。今度あの僕がお父さんお母さん、お父さんお母さんになっちゃいけない、お父さんになったりとか。ああ、それかその、まあ、まあこれ全部ストーリー言っちゃいけないんで、まあ次も考えなくはないんですけど、うん、それぐらいもう次が考えられないなと思うぐらい、トイストーリー3はね、私の中でね、はい、ハマりましたね。でそうやって感動した後に私が見たのはプレデターですよこんなに感動した後に見たのがプレデターで、はい、何が仲間が大事かっていうね仲間より宇宙になんか二度と行く前と思いましたけどあともう一個言っていい、はい、みんなね、トイストーリー3見るんなら 3D 見なくていい。 3D 見るとお金高いのよ、2000円か2100円になるのよ、300円ぐらい高くなって。そうなんですか。そうそうそう、映画館の方フォローしてくれてる人がいる。あ、バルトイレブンとかね、あ、 3D 見た方がいいですよでもね、違うのよ、言いたいのは、最初 3D だと思って見てたんだけど、あまりにもストーリーが秀逸なんで 3D であることを忘れたのよ。アバターにもそんな瞬間があったでしょ。最初は 3D だと思ってもの珍しく見てたけど、いつの間にか引き込まれて 3D 忘れたでしょ。分かります、このトイストーリーはね、後半ほとんど 3D 関係ない。だから 2D っていうの、 2D で見ても全然 OK、 同じ感動はあると思うよ。でも映画館の人がフォローしてるんで、はい、3D で見て、はいでもさ、はっきり言うけど、ちょっと安くしようよ、もうちょっと。 3D ですか。いや、映画自体、映画自体、あの割引の時の料金って維持できないのかね。映画館の人はフォローしてくださったら本当お願いしますよ。もう割引の料金を一回体験すると、なんかちょっと割引の日にしか行かなくなります。でしょ、はい、うん、それをなんとかね、おしなべて割引料金にしていただけたらですね、私お願いします。映画の話題がたくさんできるんじゃないかと。行きたい思うんで、よろしくお願いします、はい。というわけで何の話でしたっけ。トイストーリー3ですよ、はい、トイストーリー3ですよ、非常に映画でございました、いい映画でございましてたんで、2D でトイストーリー見ましたとかね、はい、あくまで個人の感想ですよね。まあそうですね、あくまで個人の感想ですね、そんな感じですね。映画館3年ぐらい行ってません、はい、今度2人で行きましょうよ。 お、お誘いが、はい、じゃあ行きましょう、はい、ジプシーグルーヴで最高の夜を。Yo no puedo, yo no puedoSaber que si me quieres tú, si es posible, si es posible,
Yo miraré en tu corazón, esperando, esperando. Por ti los años han pasado. Cuánto te amo, cuánto te amo. Contigo yo soy tan feliz. Yo solo te pido una noche. Será una noche suprema. Báilalo, báilalo, báilalo. Yo te cantaré esta rumba buena. Báilalo, báilalo, báilalo. Conmigo la fiesta pa' gozar. Báilalo, báilalo, báilalo. Yo te cantaré esta rumba buena. Báilalo, báilalo, báilalo. Conmigo la fiesta pa' gozar. Amor nuevo, amor nuevo, que pueda cambiar mi vida. Si es posible, si es posible, yo estaré siempre junto a ti. Yo me muero, por ti me vuelvo loco y loco. Cuánto te amo, cuánto te amo. Contigo yo soy tan feliz. Yo solo te pido una noche. Será una noche suprema. Báilalo, báilalo, báilalo. Yo te cantaré esta rumba buena. Báilalo, báilalo, báilalo. Conmigo la fiesta va a gozar. Báilalo, báilalo, báilalo. Cantaré esta rumba buena. Báilalo, báilalo, báilalo. Conmigo la fiesta pa' gozar. En un deseo para mi estrella. El amor en el firmamento. Un de ratito pasaré contigo. A esta noche, porque te amo.広げよう Twitter のはパート1。もともとこの番組はですね、全世界の広島県人にお送りするというキャッチフレーズでですね、広島からお送りしているわけでありますけども、もともとは一文字がツイッターを始めまして、フォローしてくれてる人、私がフォローしてる人がどんな人かというのを探ろうと思ってこの番組スタートしたんですね、はい、でツイッターの輪というコーナーはそのフォローしてくれてる人、私がフォローしてる人に電話をしていろいろまあどんな人かを探っていこうというコーナーでございます、はい、書き込みの方皆さんしてくださいね。ソーシャルストリームね、ここに書き込んだらですね、ツイッターにも反映されてこれが布教活動につながるということでございます、今一番多かったのは一文字は他にどの映画見たのかっていうのがね、うん、多かったですね。4本見たんですけども、はい、プレデターとトイストーリー3で、他の2つはでも最悪だったんですよ。だからあんまり言わないんですけど分かる人は分かるんですけど、このコピーを言うと分かる。自分の中で引っ越しがメインの映画って言うとね、もう分かるんですよ。これ分かる人は分かる、大体ね、はい、まあ、踊りたくなるような映画ですあんまり言っちゃいけないんですけどね、もうね、ほんとね、これまで良かったんですよ、この映画は、これまで、はい、テレビ局が作る映画の中でももう爆発的なヒットだったんですよ、良かったんですよ。今回見てメインは引っ越しかよと思ってですね、これ裏でなんか引っ越しメーカーとかなんか会社がついてるんじゃないかと思うぐらいね、ちょっとショックでした ねみんなに言われて、メインは違うとこだろうと思ったんですけど、ね、うん、なんとなくね、ちょっとそれがショックでした、ね、ヒント出しすぎて怒られてますよ。すいません、じゃあもう喋りません、はい、もう一本ね、もう一本ちょっと外国の映画なんでね、全然分かんなかったですね、選ばれし者って誰って思いましたね。そこも分かるし分かるし、はい、そういうことでしょきましょう、はい、あまり文句言うと怒られるんでね、でもみんな映画行ってください。さあ、はい、ツイッターの前でございます。今日はですね、モーターベース40813に電話つなごうと思います、はい。自己紹介には7月1日からモーターベースという車屋さんを始めました。これね、勤めていた会社が悪ことになったんですよ。で、従業員であるこの方が後を引き継いだというですね、まあ、中国新聞で言えばほのぼのという欄に書きたいようなそういうエピソードの持ち主ですよ。わからないかな、わからないかな、そういう人ですよ。だから自分があれでしょ、引き継いで店をやる、経営してるっていう人ですよ。そのまんまですかね。
まあ苦労も多いんじゃないですかね。ね、聞いてみたいところです。35歳家に帰れば1位のパパ、はい、もしもし。もしもし。あ、一文字と申します。お世話になります。モーターベース40813。はい、そうです。ねえ、そのもともと勤めていた会社が終わることになった理由っていうのは何だったんですか？社長がですね、はい、ちょうど10月で60になるんですけど、前の社長が、でそれでもう、そろそろ隠居すると。60で、まあちょっとね、周りの人からは早いんじゃないのみたいなことは言われてたんですけど、もう、やりたいことは全部やったみたいな感じで。かっこいいですね。私たちはもっと不幸なことをイメージしてたんですけどね。いやいや、そういうのじゃないですよ。そういうのじゃなく、社長ももうやりたいこと全部やったので、お前やってみないかみたいな感じですか？初めは、まあ、どうするのみたいな感じで聞かれたんですけど、初めに出された条件があまりにも高かったので、一回僕、辞めますって言ってたんですよ。でそれで、お客さんにはもうお店が閉まりますっていう案内がこうバーッと来て回ったんですけど、で今度それを見たお客さんが、あんたしないのみたいな話になって、で、相談にこう何人か乗っていただいた中で、一人すごい励ましてくれたお客さんがいらっしゃいまして。お客さんで？そうなんですよ。どっちかといえば社長のお客さんだったんで、相談もしにくかったはしにくかったんですけど、腹を割って話してみるとですね、ものすごくいい方で、俺が保証人になってやるし、お金も出してやるからお前って。マジで？そうなんですか。そんな人いないよ、世の中に。ですよね。だって親の教えが保証人になるなっていう時代ですから ね、 ですよね。そうですよね。ちょっとぶっちゃけ申し訳ないですけど、仕事っていうのは整備工場、中古車販売、中古車販売のお店だったんですけど、何でもやります。車検から修理から、自動車保険もで、板金の受付も、で、まきに僕がお酒を飲まないので、24時間出張可能です。いやー、すごい。やろうと思えば代行もできそうな勢いですよね。そうですね。でもちょっと待って、修理から中古車販売から、車に関することは全部一人でやってっていこうと。従業員いないんでしょ？一応ですね、もう一人事務で来てもらってる人はいます。あ、なるほどね。で今順調に売上伸ばしてますか？とりあえず今月は自分のお給料がなんとか出るかなっていう感じですね。うわ、それは車が売れたから。一台仕入れてすぐに買っていただいたのがあるので。うわ、よかったね。そうですね、もうよかったね。今だってあれよね、車検から修理からディーラーの取り込みがすごいもんね。そうですね。ねえ、なかなか町の修理工場に出そうという雰囲気じゃなくなってるもんね、今。そうなんですよ。ねえ、でも、もともといたお客さんがどれだけ僕に残ってくれるかも、はっきりわからない状況だったので、1ヶ月とりあえずやってみて結構いい反応をいただいてるんで、なんとか食べていけるかなと思って。わかりました。私の車も傷だらけで、車検が11月なんで。ああ、ぜひ。ぜひぜひよろしくお願いしますよ。わかりました。よろしくお願いします。頑張ってくださいね。はい、頑張ります。あまり頑張れって言うと最近怒られるんですけど、でもお仕事ですから頑張ってください、本当に。もうこれはもうめちゃめちゃ頑張りますよ。あ、かっこいいね。ちょっと、いい好感度アップよね、今ね。今のは。いや、本当なんか織田裕二みたいな。いや、そんなことない。さっきの。頑張って、本当にね。はい、頑張ります。また何かあったら書き込んでください。はい、よろしくお願いします。場所と店の名前聞いた方がいいかな。ダメ？いやいや、お店の名前は、はい、モーターベースって言うんです。あ、このまんまなんだ。はい、はい、そうです。それで4081は、番号の下4桁なんです。ああ、なるほどね。場所はどちら？朝南区の西原っていうところなんですけど、もともとですね、お前の社長がはしご消防車を置いてたので、かなり珍しかったので、テレビとラジオと全部で3局ぐらい取材が来たみたいなことを聞いてますから、多分ピーンと来る方はいると思うんですけど、ね、今もあるの、はしご車？はしご車が置いてあって、でお店に人がいるときは回転灯を回してたんで、赤いくるくるを。
ますよって回転灯回してたんですよ。帰るときは消してやったんですよ。めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。すごい。じゃあ西原、朝南区の西原なんで、全世界の広島県人の皆さん、あのはしご車見たらモーターベースという会社だと思っていただきたいと思います。今はもうないんですよ。前あのはしご車があったので。今はないんだ。そうです。まああのGoogleアップとかあのヤフーとかで見るとですね、まだ多分あの写真が載ってるんだ。ないんで、はしご車も映ってると思うんです。うわ面白い。わかりました。見てる方とか多いみたいですね。やっぱりすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。はい。というわけで今週はですね、モーターベース40813にお電話つないでお話ししました。ツイッターの輪でした。さあ広島市中区某所のスタジオにですね、松本ユーミンと自己紹介、みやちゃんです。みやちゃん来ました。どうもこんばんは。素晴らしい世界がね、この某所で行われたということで、もうこれはもうね、参加させていただかなきゃいけないということで、なんとですね、コーヒーを入れてまいりました。どうぞどうぞお飲みください。ありがとうございます。熱いコーヒーですが、どうぞお飲みください。どうぞ、びっくり、お飲みください。はい、どうぞどうぞ。ねえ、みんなでこのさ、なんか、はい、おばさんみたいな仕切りやめようよこれ。いやいやいや、おばさんって言わないでくださいよ、吉村さん。あのあれですよ、皆さん、松本ユーミンはですね、はい、何歳でしたっけ。41でございます。41でお子さん出産されました、はい、イエーイ、ビバ高齢出産、イエーイ。そうなんですよ、もうね、これがまあ可愛いもんで、可愛い、可愛いですよ、これがね、本当に。男の子。男の子です。はい、男の子でございまして、こんなに可愛いと思いませんでしたね。はい、まあ今日はもうばあちゃんと寝てると思うんですけどもはい、もうあ、どうぞ飲んでください、うん、すごいですよ、皆さんからどん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 書き込みが入ってますよ、いろいろ。いやー、嬉しい。おめでとうって。おめでとうって言いました。おめでとう、はいはい。松本さん、顔を隠す意味あるってないよね。松本は別に顔出してもいいんだよ。このぐらい出してもいいですよこのぐらい出してもよろしいですか。もういい、もういい、もういい。そう、ちょっと伊集院さん、今日私たちが来たのはですね、ミヤちゃんとね、一緒に来たのには、ぜひともですね、このつい生で、あの皆さんにも見ていただきたいということがございまして。そうそう、なんですか、ミヤちゃん。あのね、今あの広島を頑張るような、うん、そういうような仕組みやってるんですよね。うん、何何、応援してるんですよ。うん、で今ね、ちょっとね、ツイッターであのアカウント出してもらいたいんですけど。アカウント出してください。アカウントが出ます。今ね、今一生懸命やってるんですけど。松本由美子さん、広島のローカルスターです。お、ね、お、嬉しいです。ね、あの他県の方ね、あの聞いてくださったら。土曜日 RCC 聞いてます。お、嬉しいです。ありがとうございます。41歳なの。はい、41ですよ。松本さん、芸人みたいです。いや、もうすいません、ちょっと酔ってきちゃいました。松本さん、何？あ、そろそろ、みやちゃん、そろそろ。それで、こっちで頑張ってやっていく人たちで応援するためのツアーを作ってますよね。はい、うん、そうなんです。まあ、もともとみやちゃんはですね、旅行のプロでございまして、はい、いろいろですね、ツアーをまあ企画したりとかね、うん、そういうプロなんで、うん、そのみやちゃんに OK をもらいながらですね、うん、広島の皆さんも知らないような、で、他県から来た方には、この観光スポット巡りだけじゃなくって、うん、お、広島ってこんなディープなとこがあったのかとか、そういうことを知ってもらうためのですね、今ツアーを2人で考えてるんですね。勝手にね。勝手にやってました、はい、で今 YouTube にそれを映像が載ってるんですよ。出ました、うん、出ました。この間 YouTube にアップしましたんで、皆さんぜひ見てほしいんですけど。 そうですよね、それはどういうふうに告知すればいいんですかね。今からですね、今から出します。もうちょっとしたらあのアカウントが出るので、それをクリックしてもらったら映像が見れるようになるんですか。すごいですね。私南高校とかですね、ね、みんなすごいこと知ってますね。嬉しい。結構そうなのよ、はい、そうなんですよ。私でも本当にね、子供はね、うん、びっく
くりでした。できないと思ってたんで、うん、41で。で、一応ですね、広島県の、あ、すいません、話していいですか。いいですか。広島県の最高齢出産、ウィザンがですね、45だそうです。お45なんですよ。まあ、第2章はもうちょっと後まであるそうなんですけど、これ私、第2章はですね、50ぐらいで産むかなって。どうですか、一文字さん。狙ってですか。狙って、狙って、狙って。頑張る、頑張る。頑張る、はい。頑張れますとも。今ね、148人必要、ちょっと150人ちょっと超えたんですけどね。一瞬超えたんですけどね。はい。あ、え、あ、もう11時半になった。ちょっと待って。ちょっと待っててください。お願いします。11時半になったら、はい、このコーナーです。さあ、予告した通り11時半になりました。11時半からはですね、広島カープ加藤鯉のぼり商店プレゼンツ賭けのコーナーがやってまいりました。ごめんね、ちょっと待ってね。どうぞどうぞ。今からですね、ですね、カープ、加藤鯉のぼり商店の T シャツ、ドラムバッグをドーンとプレゼントします。 T シャツは M サイズが5枚、L サイズが2枚、バッグが3個。いいですか。今から私が賭けの合図とともに夏の失敗談を99文字以内に書き込んでください。99文字書けませんからね。99文字で謎の失敗談を書いてきてください。私たちスタッフに受けた作品に、はい、カープ、加藤鯉のぼり商店の T シャツ、ドラムバッグをプレゼントするということになっております。いいですね。皆さんいきますよ。今148人が視聴中でございます。書けとしか書いてこないんですけど大丈夫ですか。それでは参ります。夏の失敗談書け書けすごいコーナーですよね。さあ一体どんな失敗談が来るんでしょうか。お、失敗談書いてよ。みんな書けはいいから、書けって書いてるんですよ。書けはいいから失敗談書いてよ早く。だから今書いてるのからみんなね、一生懸命、ナタリーで溺れた。懐かしい。ナタリー来た来た。大丈夫ですか。コンビニの白クマ、あ、ダメだ、去年の水着が入れない。いいね。初生エッチの時あまりに気持ちがいいので、なんかなんだよそれ。ちょっと待ってくださいよ、もうね。ナタリー行こうね。ナタリーね、ナタリーね、あの DM ください。ナタリーの人お願いします。ダイレクトメッセージで、ツイ生の方にお願いします。はい、お願いします。ある夏の日、何、海パンと間違えて姉ちゃんのブルマ履く。DM ください。 DM お願いします。何、中二の時にマンション廊下で、あ、聞き読めないや。歯磨き粉と洗顔間違えて気づかずにしばらく歯磨きしていた。なんでこれが夏の失敗談なのよ。書いてみんな、早く書け。夏の失敗談、今何個言ってる。2つ。まだまだいけるね。今悩んでるからね、みんな。コンビニでサンダルが抜けて飛んでった。アイスクリーム食べ過ぎて腹を壊した。ちょっとおかたん読みましたな。夏の失敗談かけ、昨日バットを家のガラスをぶつけてカラス破損。ガラスじゃないかそれ。ガラスじゃない、ガラスじゃない、ガラスはいけません。目の前に先生がいたので、先生と立ち上がったらスクール水着が、スクール水着が何、スクール水着が見事に下がってて、おっぱい丸見えだった。行こう、あげよう。これあげますか。はい、DM 送ってください。昔アルバイトしていたバス会社で貸し切りの仕事で窓の開かないバスを持って行った時、途中で冷房が故障してサウナ状態で仕事したことがある。まあそれは仕方ないね。中学校の時クラブの夏のコンクールの時に本番直前に倒れたこと。笑えないね。元彼女の水着姿を見ておっぱい小さいねと言ったらその瞬間振られた。それは振られるわな。ダメダメ。夜音でインター降りる前にチケット忘れに気づいた。あー、それきついね。これ夏の失敗談なんですか。ハゲた。夏にっていうこと。夏ね、夏ハゲるね。なんか思っとこう。プラッシー飲みすぎて腹壊した。プラッシー、プラッシー、 DM 送ってね、ハゲたとプラッシー。今ので1,2,3,4,5つですか。4つか5つなんですけど。4つか。誰も数えてない、誰も適当。そこが私たちの失敗。はい、4つじゃないですか。今あと4ついきましょう。かけ。水虫になった。手作り肩に乗った9人全員海に落ちた。それは落ちるわな。落ちちゃいけないですね。手作り肩は小学生の頃のキュウリパックのその後が知りたいですね。ああ、知りたいね。うん、一文字さん、あしらい方がミノさんみたい。
アイス買って冷蔵庫に入れ忘れて溶けた。なるほどね。ビールと思って飲んだら麦茶だった。あ、これ逆だったら面白かったのにね。コーラと思って飲んだらそばつゆだったとか ね、 あ、 そういうのありますね。麦茶と思って飲んだらビールだったら面白いですけどね、うん。酒飲んでグランドワンに行って次の日朝玄関見たらアディダスの靴がボーリングの靴で買ってやばいこれいいね、いいね、やばいですこれ。入り替えちゃった。あと3つ、はい、海の中で催しのショーをしようとしたら台がちょっとこれダメ、汚い。キャンプで起きたらテントがなかったDM 送ってキャンプ。あと2つ、あと2つ、生卵を3個連続で落として大変なことになった。どこへ学校に忍び込んでスーハミやったら先生に見つかった。うん、昨日のついなまくん、何キャンプ場でナンパしたら子供がいた子供って自分のですか。相手だろ。そういうこと、相手の子供がいた、うん。あ、若かりし頃日本海に海水浴行って水着が外れて胸がポロリと出てしまった。しばらく胸が出ているのに気づかなかった。男友達が凝視していた。これ男の方が面白いよね。海パン脱いでね、みんなに、ねズボンのポケットに工具入れていたら汗で錆びたすごいねこれ、錆びるんですか。とりあえず今ここで老眼で面白い素晴らしい。もうなくなったグッズ。あ、じゃあ、以上ということでさせていただきましょう。ありがとうございます。かけ終了はい、ありがとうございます。 DM ってどうやって送るんですか。そうそう、来ました。ツイッターのダイレクトメッセージで、私たちが、分かるかねみんなね、ツイナマのあのアカウントで送ってください。ツイナマのところにダイレクトメッセージを送ってください。 T シャツかバッグが当たるかは私たちが選びます。サイズもどれがいくか分かりません。許してください。はい、10個出たかね。まあまあ、うん、面白いねこれね。かなりすごいですね。これ面白いね。なんか来ないかと思いましたね。かけかけかけばっかりでどうしようかと思ったんですけど、これ後でさアーカイブの時も書き込みって読めるの書き込み読めるようにねえ、ちょっとこれ秀逸な作品来て横チンが出たとかですね。DM DM いただく方は分かりますか。あのグッズ送るんで住所と、個人情報はちゃんと私は使いますんで住所とお名前、はい、本名ですよ。あのアカウントで郵便が届くっていう人は堂々とアカウントでもいいんですけど本名をプラッシーの人ですとかそう、あの DM を送るときにプラッシーの作品ですとか、はい、何あと何、錆びたものですとか分かるようにちょっと送ってきて分かりやすくお願いします。これ面白いね。しかしやる方大変だねこれね。読む勢いがすごいですからね。読む勢いすごいね。もう終わりってきてますけど、もうこれ限界ですよ私たちね。そんなことでございまして、もともと固まってないですね。はい、固まってました。すごいですねすごいね、かけのコーナー、ね、皆さんの機動力というか瞬発力、ね、すごいですね。終了でございます。かけのコーナーまた来週やりたいと思います。お疲れ様です。で、まっちゃんとみやちゃんの YouTube の話でございまして、はい、YouTube にアップしてるんですよ今ね。そうです、ね、帰ってきましたか。帰ってきました。帰ってきました、そうなんですよ。これどうやって見れるんですか YouTube。 何を検索したらいいんですか YouTube は。あのね、何でしたっけ、 MM プロジェクトですよね。 MM プロジェクトで検索したらいいんですか、はい、YouTube、はい、YouTube MM プロジェクトでちょっとみんな検索してですね、どんな旅をしてるかっていうのを、まあ本当にマニアックなお好み焼き屋さんに行ってですよね。そうです、そうです、それを見てください。それを見ていただいて本当に案内してもらえるんですよね。そうします。2010円払ったら。そうです。案内してもらえるんですか。そうそう、だからこれ県外の人で広島に旅行するっていう人は、ぜひMM プロジェクトをアカウントフォローして今度広島で行くんだけどですよね、そうです、そうです、その都合が合えばですよ。合えばですよ。そうです、そうです。2010円でお好み焼きプラス市内の面白いところ。へえー、すごい。というのをこれから連動してやっていこうと思いますので。はい、はい、できるんですかね。やるんでしょみやちゃん。あ、そうですね、やりますよ、やりますよ。みやちゃんがね旅行のプロですからいろいろご紹介していきますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。またじゃあYouTube のことも詳しいことが分かりましたら一文字の方のツイッターでフォローしていきますんで、はい、皆さんもぜひね。まっちゃんツイッターしてないんですか、はい、私ちょっと今からする予定なんです、うん、今やろうよやろうよ、今やろうよってね誘ってもらってたんで、はい、すごいですね。でも今日すごいツイッターの素晴らしさちょっと目の当たりにしましたね。ねえ、今度あれですよね、はい、まっちゃんのついなまテレビっていうのもやりましょうよね。
テレビで。テレビで。おお、ぜひぜひ、はい。そりゃもう、子供を虐待にならないような子供、なんかポンキッキの広島版みたいな。いいかも。いいね。いい、いいかも。な、何がいいかね。ええ。ほじゃけっけみたいな。ほじゃけっけ。おじゃけっけ。子供と一緒に体操したりとかさ。あ、夜中に、ね、いいかもしれないですね。夜中にですね、子供服の紹介したりとかさ、はい、ちょっとあのツイナマテレビを研究していきたいと思いますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。いや、ちょっと言い残したことないですか？頑張れ広島。まあ、みやちゃんね、常にテンション低いんですけども、いい人なんで、よろしくお願いします。頑張れ広島。頑張れ広島、はい、また来てください。じゃあね、はい、YouTube みんな見て、呼んでください、呼んでください。 YouTube みんな見てください、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは1曲、キレキとボイチで夢を乗せて。あんた早いわ、無事早い、さっき一ということでですね、賭けのコーナーをお送りさせていただきましたけど、5分ぐらいしかやってないの？すごいですよ、5分だけ。いやいや、私たちはどっちかというともう2時間ぐらいやってる気がする。おお、長かった。なんか内容濃かったですね。ありがとうございます。みんなまた来週やりたいね。来週ね。ねえ、ヘルパーママさん、ハゲたであなたはグッズが当たってます。DM 送ってください。夏の失敗談、ハゲた。DM 送ってください。それからね、ダイレクトメッセージは相互フォローじゃないとできないのよね。ね、だからフォローをもし、はい、ツイ生とかがしてなかったらフォローしてないよっていうのを書き込んでくださいね。そしたらなんとかこっちが相互フォローしたいと思います。よろしくお願いいたします。いろいろねメッセージいただいてますよ。松本ユーミンのね、何だったっけ、ほじゃけっけ、ほじゃけっけ、ついにスタートとかもう話題ですよ、はい、いいねこれね。どうしますか、テレビ。テレビもうね、構想できてるんですよ。あと一人ね、キャスティングがいるんですよ、うん、体操の兄さん。ああ、いりますね。体操の兄さんが入れたら完璧にできますね、
やりますか。あと着ぐるみ用意しないといけないですね。あのガチャピンとムックみたいに無理する着ぐるみがいりますね。プールの中で泳ぐとかね、無茶する着ぐるみと体操のお兄さんがいたらもうすぐにでもやりたいん で、ね、ただいまから出演者を募集します。体操のお兄さん、体操のお兄さんっていい人、着ぐるみで死んでもいいという人は着ぐるみかぶってますからね、そのまま泳げっていうのができないけど、ぜひまたあのテレビの方もスタートしたいと思いますんで、あったかく見守っていただきたいと思います。じゃあ続いてこちらのコーナー行ってみましょう。広げようツイッターの輪パート2。ね、気になってるねフォロワーがいるんですよ。これ私がフォローしたんじゃなくて、はい、私をフォローしてくれた人なんですけど、ね、なんて言うのこれ、とことんでいいの、とことんてん、とことんてんさんで、コンマ2センチ、コンマ2センチ、ね、コンマ2センチというお笑いコンビなのよ。で本名言っていいのかね、竹永さんという人に、でこの人吉本の人、言わない方がいいよね。まあ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 。あ、今から電話します。電話で、はい。そういうことで。で、はい。三原の出身なの？あ、そうなんですか。竹永さん？え、竹永さん知らないよ俺。まあ別に俺が全部知ってるわけじゃないですけどね。三原の出身でなんかね、ビシバシ聞いてましたってフォローしてくれたのよ。嬉しいですね。今どこにいるのかね。東京？東京？もしもーし、もしもし、もしもし、もしもし、はい、もしもし、もしもし、一文字です。あ、どうもー、よろしくお願いします。どうもおはようございます。コンマ2センチの竹永さん。そうです。うわーねえ、今東京？今東京です。三原出身？そう、三原出身です。うわ、お笑い芸人？そうなんです、お笑いやってます。え、コンマ2センチは2人でやってるの？はい。コンマ2センチは2人でやってるの？あ、そうです、2人組で。で、これだからあれ？ NSC かなんかの？あ、そうです、養成所で。養成所で。今じゃああれ、前座とかに出たりしてるの？今はもう、そうです、まあ、ライブとかですね、あのルミネ座吉本とか、吉本無限大ホールっていうあの劇場があるんですけれども、おうおうおう、はい、ライブとかを中心にやってますね。うわー、ね、はい、同期はどんな人がいるの？あー、よくぞ聞いてくれました。知ってるかな、一文字さん、あんまり知らないかもしれないな、同期だとですね。おうインパルス、知ってるよ、ロバート、おー、森さん、ね、ちょっと待って、そしたらさ、コンマ2センチさ、結構頑張ってるというか、長くやってんじゃないの？そうですね、もう本当にまあ長いっていうだけで、もう全然別に売れてないんで、別に何のあれもないんですけども、いやいや、まあ、あのね、お笑いとかっていう世界、一発逆転がありますから。ああ、まあまあまあ、そうですね。ねえ、まあ、何があるか分かんないって信じてやってるわけなんですけども、まあ、なかなか難しいですね。いや、一緒に頑張ろうよ。ああ、まあそうですね。いや、頑張りましょう。ねえ、でもこういうのにさ、こういうのに出てたら事務所的にまずいんじゃないの？まあ、どうなんですかね。いや、多分、その、なんていうんですか、まあちょっと、ギャラが もらえないみたいなことなんで、まあ別にその、はい、あ。OK。はい、あ、友達のなんかやってるのに、ちょっと、嬉しい。みたいな、はい、あ。嬉しい。ね、三原どこ？はい。三原のどこ？出身。三原の、はい、なんすか？ま、町は？あ、三原、もう奥の方ですか、大阪っていうところなんですけど。わかんないわ。もう本当になんつったらいいんですかね、もう本当空港の近く、本郷寄りの。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。今ご近所っていう方がいらっしゃいましたよ。あ、本当、うん、あのリスナーの方で、みんなあのコンマ2センチ、コンマ2センチの竹永さんって今書き込み来てるんですけど、そうよね、竹永さんよ、はい、みんな応援してよ、本当に。はい、お願いします。ねえ、たちまちなんかライブとかあるの？あ、ですね、近々、まあ、全然、新宿でやるライブなんで、ちょっと、あれかもしれないですけども、うん、新宿
宿シアターブラッツっていうところで8月3日にですね、うん、はあ、とことんテンションっていうハイテンションなお笑いライブ、僕らコンマ2センチが主催でそんな芸人を集めて、はあ、やってるんで、もしよかったら。ほんとほんと、はあ、ネタとしてはどんなネタなの？あ、そうですね、まあそうですね、テンション高くなんか、はあ、もうでかい声でギャーギャー言ってるみたいなのが結構好きでやってるんですけども、はあ、ね、三原帰ったら会おうね、広島帰ってきてよ、ま、いや、もうそんなもうこちらこそですよ。僕もう本当に 2,3 年前ですけども、うん、RCC でなんかちょっとお仕事をさせていただいて、ありまして、うん、でその時です、ね、僕やっぱビシビシバシバシランランラジオ聞いてましたんで、うん、はあ、一文字さんのファンだっていうことで、ちょっと一文字八虎さんっていう方ご存知ですかってスタッフさんに聞いたことがあったんですけども、はあ、ありがとう、ありがとう、本当に当時ラジオめっちゃ聞いてまして、ありがとうございますね。一緒になんかラジオできたらいいね、広島でね。そうですね、だからもう本当にもうお会いしたいですよ。もう顔がもう臭くてしょうがなくて。分かった分かった、はあ、じゃあ広島で待ってますんで。はい、そうです。あと、なんか天津の木村の相方の向井っていうやついるんですけど、エロ詩吟の相方の、おうおうおうおお、はい、向井っていうやつも福山出身でして、そうなの。はい、で、ビシバシ聞いてたっていうんで、なんかちょっと盛り上がったこともありました。ありがとうございます。はい、じゃあぜひコンマ2センチさんが、東京でブレイクして、はい、私たちの広島のまたね、なんか広島でもライブしてもらえるように応援しますんで。いや、そうですね。ね、もう本当にぜひ、はい、なんかお願いしたいですよ。いいっす。じゃあまたツイッターでもつぶやいてください。あ、そうですね。はい、うん、まあ、また。ありがとうね。はい、とんでもないです。本当に感謝します。ありがとうございました。どうも。いやいや、いろいろさ、こうやって考えたらさ、夢を追ってなんかしてる人って多いっていうのは嬉しいね。すごいですね。頑張んなきゃいけないね、私たちもね。ぜひ広島に帰ってきてまたお声をこうね、ちょっとなんか会うの嫌だね、なんかね。それリスナーさんだったからっていうところですか、やっぱり。なんかね、なんかちょっと照れくさい感じがしますけど。まあでもちょっとあれですね、もう一回みんな言っときますね、逆さから読まないでくださいね。あ、すごい来てますね、その、コンマ2センチというコンビでございまして、はい、コンマ2センチでございまして、竹永さんに今電話つないでお話を伺いました、ライブとかもワンマンライブとかもやるみたいでございますので、ぜひ応援していただきたい。それからエロ詩吟の相子さんも福山出身というのびっくりしたね、いろいろちょっとこうね、芸人さんの輪も広げていきたいですね。ね、つながるでしょうね、いろいろここからまたスタートしたら、ツイッターの輪にですね、はい、出てもいいよという方はですね、ツイナムか一文字のところにですね、 DM で出てもいいよという旨と電話番号書いていただけたら、もしかすると電話するかもしれませんので、どんどんダイレクトメッセージをしていただきたいと思います。来週もツイナムの輪は広げていきます。それでは一曲、かこいで奇跡のように輝いた日々。肩を落とし、うなだれたまま家に帰る。別に何も落ち込んでないし、ちょっと疲れただけ。ただ君にいつもより少し心配してもらいたくて、僕はうなだれたまま家に帰る。時間なんてものがあるから、僕らはいずれ離れてゆく。時間なんてものがあるから、僕らは歌を歌うんだろう。そんなほらしい思いを巡らせてる暇があったなら、もっともっと君を愛せばよかった。あれは僕の金は右から入って左に消えてゆく。
溜め込んだっていいことはない、明日死ぬかもしれないから、死んでしまっても君は僕のことを覚えていてくれるのかい、なんだかとてもとても怖くなった、安心するなら僕の持ってる愛情全部あげる、目に見えるように形に変えて全部全部あげよう、それでもなぜだか君は悲しい顔をしたまま眠る、去年の今頃に二人を戻してまだね覚えてるの、それとも消してしまったの、時間も距離も超えていた、奇跡のように輝いた僕だけのものではなく、君自身のための君であること、いつの間にか忘れてしまって君を困らせてしまったね、慣れすぎた愛と僕のつまらない部分だやっとわかったよ、時間なんて止まってしまえばよかった、道は続く、二つに分かれた道、幻じゃない、確かにあった、鬱だらけの輝いた日々、まだね小井さんの曲を聴いていただいてる間にですね、そろそろ一文字が帰る時間じゃないかとかですね昨日のつい生熊本ラジオは1時間半やったんですか、すごいですね、それだけやってたのにどうだっていうね、それあれですよ、みんな言っとくけどね、うん、人と比べるっていうことはとても貧しい価値観ですよと思いますよ、私は。人がじゃあ2時間やったから、はい、そのね、2時間半やればいいのかって、そういう問題じゃないですからね、私たちはね、なんていうんですかなんて言うんですか、何も言えんじゃん、うん、なんて言いましょうか、それからね、いろいろ質問来てまして、はい、T シャツを着て、セットストックに行ってくれるわらっていうのもいるんですけど、 T シャツが間に合えばね、間に合うかね、間に合わないね、今週どうかね、注文した時期にもよるんですけどもね、ぜひセットストックに来ていっていただきたいと思いますね。それからあといろんなところにちょっとね、はい、私日曜日宮島のイベントなんですけど、ね、質問来てた、さゆみちゃんのイベントどこですかって、宮島でやるんですよ。何やろ、レースクイーン、なんであでもね、なんで宮島でレースクイーンやるんですか、ずっとやってるんですけど、何その MC をして、レースクイーンはしてないんですけどね、この宮島のイベント、宮島なくてサンダンスというなんかイベントがあるんですけど、国際色豊かな、毎年ね水着着てやってたんですけど、今年ちょっと無理かも。なんで無理なの。いや、
新しく買わなきゃ入らないっていう。あ、水着がね。うん、水着デザインしましょうか。なんならあのうちのリスナーで。すごいの着そうじゃないですか。それを着れるかどうかっていうね、また問題が。じゃあ宮島に行くんだ。はい、その時はあのついなま T シャツ最初着ておきますんで。じゃあ、 あの皆さんよかったら声かけていただいてですね、はい、あの決して触れずにですね、声から先にかけていただきたいと思いますね。よろしくお願いします。で、あのツイートしてください。あと何が来たかね。あとあのかけというコーナーをレギュラーにしてくださいっていう。あーね、すごい。でね、まだね DM 来てないんですよ。ヘルパーママさん、あ、そう、エアママさんですかね。夏の失敗談でハゲたっていうこの3文字でグッズを獲得したあなた。ダイレクトメッセージに住所とお名前と書いておいていただきたいと思います。それからあのハゲタで、当たりましたっていうのも一言書いておいていただきたいと思います。お願いします。お願いします。あとは何があったかね。あとはね、ちょっと皆さんにね聞きたいことがあるんですけど、はい、これまた来週ちょっと投票してほしいんですけど、うん、そろそろ家の電話をやめようと思ってるんですね。ほら今日も12時超えたよ。お、ロスタイムよ。ロスタイム、ロスタイム何分ですか。ロスタイム1分半。そろそろ家の電話やめようと思うんですね。みんな1000いくら払ったでしょ。え、ちょ、家の電話 NTT の方フォローされてる。え、NTT の方フォローされてますか。うん、いや、家の電話は、あるべきですよ。まあまあいろいろ来週ちょっと投票ネタもやりたいと思ってますんで、来週はまたお付き合いいただきたいと思いますけど、はい、1分半って言っといて1分半やらないと怒られるよね。さあ、それじゃあ最後のコーナー行ってみましょう。今週のスクラッチ、イエ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 イ。今週のスクラッチ、今度ちょっと手法を変えましてですね、トトピックを狙います。トトピック6億円でしょ。イエイ、はい、6億円でしょ。で、私が、結果を持ってます。くじの結果を。で、さゆみちゃんが買った、トトピックを持ってます。私が今から結果を言いますんで、当たってるかどうか確認してください。はい、全て一致したら6億円。今お2個、1個外れて2等とかあって、はい、4個外れて5等ですから、もう5個外れたらダメってことですよ。うん、いいですか。結果言っていきます。3つ言います。221002。3つ外れたじゃん。102 120。終わりじゃん。終わった。終わりじゃん。早い。終わりじゃん。今週もスタッフの皆さん申し訳ありません。ギャラゼロでございますね。6億円当たる日を夢見て来週もお送りしたいと思います。はい、来週も火曜日の夜11時になったらまた聞いてください。それじゃあもう水曜日になってしまいましたが、いい水曜日でありますように。それではまた来週です。ついつい生出し広島ラジオ、この番組はユーストリームをプラットフォームに広島市中区から世界へツイッと配信しました。はい、なんだ